ハミルトンの手巻き時計、ブリティッシュ、アーミー、ダブル10です。1960年代にイギリス軍に支給されたミリタリーウォッチコレクション。あらゆる場面に対応した実用時計として活躍したミルスペックシリーズです。正式にセーフマークとして採用されたブロードアローマークが最大の特徴です。本品は1975年支給品。完全なるダストガードと防水力を高めたワンピースケース構造のミルスペックモデル。文字盤はマットブラック。ホワイトの全数字と夜光ハンドの組み合わせ。12時1に T マーク、6時1にイギリス政府所有の環球品を示すブロードアローがライティング。様々な環境下においても容易に視認ができる軍用ならではの精悍な風貌デザインです。SS ワンピースケースははめ殺しタイプ、サテン仕上げのトノーフォルム。裏蓋には軍用コードが刻印されています。バンドは引き通しストラップを装着しています。高い耐久性を誇るミリタリーウォッチの中でも人気のハミルトンの一品です。コンディション、ダイヤル、文字盤。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ切れはありません。針、インデックス、夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋。シレ、小傷、軽いあたりが認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。大きなへこみなどもありません。風防、軽いすれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、ノンマークです。すぐに装着可能です。操作方法、ニューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。付属品、時計店保証書2022年 OH 実施ソフトケースです。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅18mm、ケース径は約 36mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 41mm、 厚さ約 10mm、 風防を含むです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。